ちらは昨シーズンまでトルコリーグでプレーしていたバレーボール木村沙織。2年ぶりに古巣トーレに復帰です。オリンピックを考えた時にもう一回日本でしっかり自分のプレーをこう固めていきたいなっていうふうに思ったので日本でプレーすることを選びました。次はバレーボールです。全日本のエース木村沙織選手がトルコリーグから3シーズンぶりに古巣トーレに復帰。会見直後にお話を伺ってきました。この度トーレアローズに入団することに決めました。2年間リーグ優勝から遠ざかっているトーレアローズは木村の攻撃力で得点力アップに期待。日本人選手としてはチーム初となる2年間のプロ契約を結びました。パワー不足っていうふうなことも課題に挙げていましたけれども、やっぱ守備の部分でもやっぱ海外の選手のボールっていうのは本当重たいので、その辺の重さっていう部分ではしっかり負けないようにやっていきたいなと思ってます。はい、ワールドグランプリも8月にありますが、そこに向けての思いをちょっと聞かせてください。今年のテーマが本当に世界一にチャレンジするっていうところなので、はい、ワールドグランプリからしっかり、世界一を意識しながらチャレンジできるように頑張りたいと思います。はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。バレーボールの木村沙織選手が3シーズンぶりに古巣トーレアローズに復帰です。ロンドンオリンピック後から2年間世界のトップ選手が集うトルコリーグで揉まれ成長を遂げた日本のエース。トーレでは日本人選手初となるプロ契約。心機一転見据えるのは、世界バレーが9月からあるので、そこで世界一にチャレンジできるように明日からまたみんなで頑張りたいと思います。